皆さんこんにちは。今回もバイオレットの世界を、デリバード一匹で旅していきますよ。前回はランクバトルでは勝利判定で BGM も勝っていたのにライムさんに負けたりしつつ、ライムさんをしばいたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。おそらく今一番勝てそうな相手は主ポケモンだと思っているので、鉄のわだちと戦っていきますか。一応推奨レベル的には、ヘイラッシャシャリタツよりも、鉄のわだちの方が先に行くべき場所ですからね。というわけでテラスタルを切って、戦っていきましょう。効果が今一つですが、どの程度ダメージが通るかという感じですね。気づけば58レベルですし、それなりには通してもらいたい。強い。効果が今一つでありながら、これだけのダメージを通してくれるとは。鉄の輪立ちは物理耐久がそれなりにあるはずなので、威力120を引いてこれたのかもしれません。優しい。思わぬ効果力を見せつけ、自分がこんなに柔らかいわけがないとショックを受けた相手を気遣うこの優しさ、見習うべきところがありますね。それにしても、プレゼントでの回復量がでかすぎるだろ。ガチで4分の1回復しちゃったせいで、気が遠くなるレベルまで、回復されてしまいました。ほぼ振り出しと言っても過言ではないでしょう。素晴らしいぞ。優しさは見せつけてしまいましたが、プレゼントの火力自体は本当に、絶好調ですね。サイヤサちゃんってこんなに強かったっけというくらい、別人の火力を叩き出してますね。あと地味に、鉄の輪立ちさんサイドの行動がだいぶ出れているというのが大きいと思います。アイアンヘッド連打をされてたら、まだわからないと思います。アイアンヘッドでひるんだとはいえ、今のプレゼントの火力的に言えばもう一発だと思うので、そこまで悲観せずにいけますね。割と適正レベルで、鉄の輪立ちに挑めているのかもしれません。どんまいどんまい、こういうこともあるさ。戦況的にはこちらの方が圧倒的に有利なんや。じっくり行こうじゃないか。いいぞこれ。ふう、ひとまず第一形態は、処理できた感じですね。この分だと第二形態も、そこまで苦戦することはない気がしますね。割と圧倒的な立ち回りで、鉄の輪立ちを処理することができてますからね。というわけで、ペパーくんとの共闘ですね。ペパーくんは、スコビランを出してくれます。鉄の輪立ちは鋼地面、スコビランは草炎ということで、火炎放射なり大文字などで抜群をついてくれれば、戦力になってくれると思います。まあ、今回の戦いに関しては、サイヤサちゃんのプレゼントも貴重な火力になってくれると思うので、すんなりいけると信じましょう。お、大丈夫か大丈夫か。一旦目からだいぶ不利な状況に、持ち込まれちゃってるんですが、怖い顔しやがったということよりも、ジダンダでスコビランが確定2発というのが、とにかくまずいわ。そしてさっきの勢いはどこへやら、サイヤサちゃんが地蔵になっちゃってるのもよろしくないわ。本当に頼むで。なーにやってだこいつ。地蔵なら地蔵なりに、スコビランの肉壁にでもなってくれていればいいんですが、完全に割れ感せず、高みの見物をしてやがりますからね。本当にご勘弁いただきたい。とか言ってる間に3連続被弾で、スコビランが退場してしまいました。一応スコビラン選手は、HP を半分くらい削ってくれているので、残り半分サイヤサちゃんには、頑張ってもらいたいところ。そろそろサイヤサちゃんの特性スロースタートも、切れてくる頃でしょうからね。まあこんなもんなんでしょう。スパイスを食べた主ポケモンって、HP が2倍になっているという認識でいいんですかね。一戦目の時のダメージ感と比較すると、2倍くらいの HP だという気がします。プレゼントの命中率が 20% しかないのはさておき、一応相手からの攻撃は確定3発ということで、勝つことはできるでしょう。
どの程度スマートに勝てるかは、この画面に映っている今夜の食材次第です。サイアサちゃんよ、お前は今、またまたご冗談を、とか思っているかもしれないが、こちらにはペパーくんがいるんだぞ。サンドイッチの具材にして食ってこの物語はハッピーエンド、ってな感じの結末だって可能なんだから、そこんところよろしく頼むで。私だけはサイアサちゃんにパワハラをしてもいいという風潮、一理ある。くたばれ。プレゼントも6回に1回しか当たらんし、その上ヒルムとか、とんでもねえ試合展開やぞこれは。鉄の輪立ちさんサイドが、割と高頻度で高速スピンをしてくれるというのは、癒しポイントですね。ダメージもしょぼ優しい。飼い主が鉄の輪立ちに癒されているところに追い打ちをかけてくるこの優しさ、見習うべきところがありますね。なんも見習うところなんかないわ。うちの焼き鳥クソバードよりも鉄の輪立ちの方が、私からしたら優しいわ。優しい。鉄の輪立ちよりも自分の方が優しいんだと分からせてくるこの優しさ、見習うべきところはないですね。こんだけ長期戦をやって、スコビランが退場した状況まで、戻ってしまいました。なんなら、マイナスからのスタートと言っても差し支えないでしょう。どうすんねんマジで。ガチでペパーくんにさばいてもらった方がいいかもしれんわ。デリバードのもも肉が入ったサンドイッチの方が、マフティフさんサイドも喜ぶでしょうからね。私たちは一体、何を見せられているんでしょうか。一戦目の時の絶好調からの落差が、ガチでひどいわ。どうすんねんこれ。やべえだろマジで。サイアサちゃんが完全に、サンドバッグみたいになってきとるわ。鉄の輪立ちがサンドバッグにする、私も背後からサンドバッグにする、これこそが真のウィンウィンなのでは？素晴らしいぞ。ここまでの不調を振り払うかのような超火力プレゼント、目を見張るものがありますね。なんかプレゼントだけを売っていると、魔人斬り縛りをしているような感覚になってきますね。優しい。魔人斬りなんか生ぬるい、自分は相手を回復までさせて、よりとんでもないことをしているんだと教えようとするこの優しさ、見習うべきところがありますね。どうしましょう、ガチでこの戦い、一生終わらないんですが。よすよす。一応殴れれば、そこそこの火力は出ているという感じはありますね。なぜこんなにプレゼントの PP がスカンピンになっているかは解せないですが、少しずつ相手を、追い詰めることができてますね。これはもう、決め切るしかないでしょう。サイアサちゃんはプレゼントの PP をすべて使い切りつつ倒すというエンターテイメントを見せるために、ここまで試合を引っ張ったということのようですね。終わり良ければすべてよし、さあサイアサちゃんよ、お前の最後の一撃で、鉄の輪立ちを粉砕するのだー。知ってた。サイアサちゃんは楽しんでいただけたかなみたいなノリでラスト一撃で仕留めるなどという、甘っちょろいことはしませんからね。視聴者を楽しませるために PP を使い切ったのではなく、普通に全力を出しているのに、PP がなくなるまで殴っても、仕留めきれないだけなのですよ。悲しいなぁ。そこはもうちょいぐだつけや。ただいたずらに、PP エイドを無駄に使わされただけやんけこれ。ほんとに困るわ。とか言ってる間に、ようやく長い長い鉄の輪立ち戦が、終わりを迎えましたね。5、6分くらいで勝てるかなー、みたいに思っていたんですが、まさか10分コースの戦いだったとは。
おみそれしました。さて、ヘイラッシャは第一形態すら無理みたいなので、グルーシャと戦っていくことにしますかね。ほんと助かるわ。私がウォーミングアップに付き合ってあげるとかいう暴言をのたまうかと思って、相当身構えてたわ。一応シルクのスカーフなりを持たせて、火力補強をしてやったりというのもありなんですが、初手のモス脳戦でつまずいたりだとか、ラス1のチルタリス戦でぐだつく可能性があるということで、今回の持ち物は、突撃直帰でいきたいと思います。2体目3体目の、ツンベアやハルクジラ相手には苦戦することにはなりますが、直帰を持たせるのが無難ではないでしょうか。こちとら鉄の輪立ち戦で打ちひしがれてるんだから、これよりどん底はないぞ。あとは登るだけや。お、どうしたどうした。急に気絶しないでくれ。素晴らしいぞ。気絶してたかと思ったら、どげってたみたいですね。失礼失礼。何はともあれモスノーは、ワンパンで突破することができました。これは相当でかいですね。ここでグダついてしまうと、ツンベアー戦がガチでヤバかったでしょうしね。この勢いのまま、どうにか頑張ってほしいところです。優しい。本日は絶不調だと私たちに教えてくれるこの優しさ、見習うべきところがありますね。つらら落としを打たれてしまうと、確定2発を取られてしまっています。うまいこと他の技が絡んでくれるのを期待して、回復しながら戦ってみることにしますかね。一応つらら落としは確定2発ではなく、乱数みたいです。うまいことタイミングを見計らって、少しずつツンベアーを削っていきましょう。おそらくこのツンベアーが最大火力を打ってくるはずですからね。ここさえ突破することができれば、どうにかなるに違いない。やったぜ。本当にカチカチ演出は安心感があるわ。というわけで2体目のツンベアーも無事突破です。ツンベアーさんサイドが悪事を打ってきてくれて、HP が高い状態で先に進めるというのがでかいです。いきなり回復から入る展開になってくると、苦しいでしょうしね。優しい。せっかくの有利な状況を投げ出し、ハンデをつけてあげるこの優しさ、見習うべきところがありますね。やはりハルクジラからのダメージ感は、確定3発のようです。これならば十分、勝ち切れる相手と言っていいでしょう。いいぞこれ。やはり殴ることさえできれば、互角以上の戦闘ができているという感じですね。殴ることさえできれば、格の違いを見せつけることができそうです。殴ることさえできれば、グルーシャも恐るるに足らんと言っても過言ではないでしょう。この、ここで当ててくれれば、非常に盤石の状態で、ラス1のチルタリスに進めたんだけどなぁ。やはり今日のサイヤサちゃんは、こういう感じということなんでしょう。まあ多地蔵になっとるわこいつ。せっかくのチャンスを相手に分け与えるこの優しさ、見習うべきところがありますね。お、この氷の粒手は、非常に助かるわ。ここで仕留めれば、チルタリス戦に盤石の状態で臨むことができますからね。サイヤサちゃんはきっと、これを狙っていたということなんでしょう。多分ね。というわけでどうにか、ハルクジラ突破です。つぶて急所のせいで、そこそこ HP は削られてしまっていますが、半分以上残っているのであれば、特段問題はないでしょう。というわけでラスト1匹、チルタリスですね。正直このチルタリスがテラス氷になるのって、よく理由がわからないんですよね。4倍弱点を今一つにするために氷になっている、ということなんだと思いますが、わざわざ氷に並んでもという風に、思ってしまいます。ボーボケ鉄によると、一応このチルタリスは冷凍ビームを抱えているみたいなんですが、撃ってくるのは基本的に、暴風でしょうからね。オケオケ。
やはりこの戦いの持ち物は、直気で正解でしたわ。特殊技持ちがエースの相手に対しては、直気が安定するのかもしれません。はい、お言う。このチルタリスは、格下だったということみたいです。圧倒的実力差を持って、チルタリスをマットに沈めることができました。というわけで終わってみれば割と安定した戦いで、グルーシャ突破です。よかったよかった。これで残すは、ヘイラッシャシャリタツノヌシポケモン、ビワネイ、ペパーくん、ボタンちゃん、四天王、ネモちゃん、フプー AI という感じですか。レベル60未満でこの領域まで来れているというのは、本当に奇跡に近いと思います。今回の旅はガチで、100レベルにならずにクリアできるかもしれんな、ガッハッハ。というわけで霧もいいですし時間もいい感じということで、ここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。